これからオリンパスのセルセンスディメンジョンソフトウェアを用いたフォトメトリクス社製 EMCCD カメラエボルブデルタの使い方についてご説明いたします。まずセルセンスディメンジョンのアイコンをダブルクリックしますと、このような表示がされます。最初にする必要のあることは、取り込み画面のデバイスでデバイスリストを選択し、カメラタブの中でカメラの選択を行い、 OK ボタンをクリックします。次にデバイスの設定の画面が表示されます。ここではカメラとして現在フォトメトリクスエボルブ512デルタが接続されていることがわかりますが、フォトメトリクスエボルブ512デルタの詳細な設定をこの画面の中で行うことになります。この中に全般、調整、露出、情報、その他もろもろの設定をすることができます。例えば全般の中では画像の水平方向、垂直方向のミラーリング等を行うことができます。設定を行うことができます。次に調整のタブの中では画質調整、露出の中ではマニュアル測定、オート測定、それぞれに対する最大露出時間の設定を行うことができます。また情報のタブを見ますと、現在接続されているカメラがフォトメトリクスのエボルブ512デルタであること、またシリアルナンバー等が表示されます。その他の中にはより詳細な設定があります。例えばカメラをトリガー信号で動作させるような時にはこの中の設定を行います。これらの詳細な設定が終了しましたら OK ボタンをクリックします。ここまででカメラの設定が終了しましたので、カメラ制御のタブを使って撮影をしてみましょう。まずライブボタンをクリックしますと、現在のカメラポートに出ている画像、カメラで撮影している画像が表示されます。ストップするには同じボタンをクリックします。そしてスナップボタンをクリックしますと、1枚画像を習得することができます。撮影された画像は違うタブの中に表示されています。またマニュアル測定、マニュアルのボタンをクリックしライブを行うことで、設定された露光時間、この例でいうと 14.71ms での画像が表示されます。露光時間を例えば 30ms とすると、画像が明るくなってより明るい画像が撮影されたことがわかります。またオートのボタンをクリックしますと、自動的に露光時間、この例ですと 14.6ms が設定され、現在の明るさにとって最適な露光時間が設定され、ライブ
表示がされます。またこのカメラは EMCCD カメラですので、 EM ゲインを用いてより短い時間で同じ明るさの画像を撮影することができます。露光時間を短くすることができます。例えば現在オートの設定で 14.6 ミリセカンドかかって撮影しているこの画像を、 EM ゲインを例えば100倍にすると自動的に露出時間が475マイクロセカンドに変わったことがわかります。今30倍に変えてみますと露出時間が 1.83 ミリセカンドに設定されました。また解像度を、解像度の欄で変えることが可能となっております。解像度はライブに対する解像度、スナップに対する解像度、それぞれ別々に設定することができます。例えばライブは解像度を悪くしてビニング2にし、短い露光時間でライブ設定を行い、終了した後スナップは 512×512 にビニング1で撮影するというようなことが可能となります。またライブ、スナップそれぞれの設定を同じにしたい場合には、このボタンをクリックします。このボタンをクリックすることによりライブでの解像度と1枚習得した画像の解像度を同じにすることができます。また細かい設定としてピクセルクロックの設定を変更することができます。ピクセルクロックは CCD カメラからの読み出しのポートを切り替えることを行います。例えば EMCCD のポートであればゲインを上げることのできるモードになりますし、従来の CCD 例えば 0.625 メガヘルツもしくは5メガヘルツのポートを用いたときにはよりノイズの少ない画像を習得することができます。例えば暗い発光現象のようなもので露光時間を長く取りながらよりノイズの少ない画像が欲しいときには従来の CCD のピクセルクロック設定を用いて長い露光時間を設定することで撮影をすることができます。次にムービーの録画をしてみましょう。現在ライブで表示されているこの画像をムービー録画してみます。そのためにはまずムービーの録画項目にチェックを入れ、ムービーボタンを押し、撮影を開始し、撮影が終了した後にムービーの停止ボタンをクリックします。そうしますと画像の表示されているウィンドウの左上にある再生ボタン
をクリックすることで今撮影した画像の再生を行うことが可能となります。またタイルビューのボタンをクリックすると今撮ったムービー画像のそれぞれの瞬間の画像を表示することができます。ファイルの保存には保存したい画像を表示しタブをクリックし表示することでファイル名前をつけて保存でファイルの種類をもろもろのファイルに設定し保存することで保存することができます。保存ボタンをクリックすることで保存することができます。またムービー画像もファイルの名前をつけて保存で AVI ビデオファイルとして保存することが可能となります。